やっほー、あやでーす。何？はい、ということでですね、今日はこんな感じですいません。ということで、今日はですね、久々にオフなんですね。もうオフ、本当に何もないっていう日なんですけど、コロナで遊びにも行けないし、どこにも出かけられないから、でも私今日もうやっと生理が終わって、もう気分は爆上がりなんですね。ということで、私今なら何でもできる気がするの。だからもう今日はオフを有効活用したいのね。もう自分にとって、あ、このオフをしてよかったっていうオフにしたいの。ということで、今日は家の掃除あ、そっちみたいなね、そっち行くんだみたいな感じなんですけど、なんか最初の方、この引っ越してきた直前とか、引っ越して1ヶ月ぐらいはずっと本当に綺麗好きで、なんていうの、もうお風呂出る前は全部こう水しぶき落としてとか、この台のところとかもうタオルで拭いてとか、もう一生懸命やってたのよ。だけど本当さ、そんな最初だけじゃん。で、最近もうほんと緩みすぎて全然掃除とかもしなくなっちゃって、ちょっとやばいよっていう話なんですよ。しかもなんかちょっと最近忙しくて料理とかもしなくなったし、なんか掃除とかもろくになんかしなくなったから、今日はね、もう一気にまとめてもう全部部屋を掃除して、でもう気分もいいからベアの散歩とかも行っちゃったりして、あとはなんかもうなんかルンルンルンみたいな、今日はルンルンルンっていう日でーす。ということでですね、ドンキで買ったものを一回紹介する。日用品を1万円分ぐらい買いました。まずは本当に日用品だよ。なんか落とすらしい、こうボトンってなんかで、なんかすっきり、匂いすっきりみたいなやつ、初めて買ってみた。で、あとこれ、あのお風呂のシュッシュッシュがちょっとなくなりそうだったから買いましたと。え、これ誰が気になるみたいなね、私の日用品の。でね、これね、充電コードね、ベアに噛まれたのよ。だからあの2本買ってきました。で、あのボディーソープもなくなったから、なんかちょっと濃厚保湿、なんか濃厚っていう字にちょっと惹かれちゃって買いました。ぐらい濃厚、濃厚ということで、私これから濃厚な女になっちゃうよっていう。で、シャンプーも2個分を買いました。あと綿棒、あとはナプキン、あとこの歯磨き粉、トイレ掃除のこれ、あのドンキは以上。ロフトでディフューザーっていうか、なんかルーム匂いのやつみたいなやつうわー、名前忘れたけど、まあいいやん、いい匂いだったからロフトで2個買った。これね、かわいい、ほら見て、わかる、なんかお花シャンシャンシャンが入ってるよってやつですね。で、こんな感じで買い物して日用品を買って今帰ってきたところです。あ、そう、午前美容針に行ってきて、そのままちょっと日用品の買い足しして帰ってきたナウですと。じゃあ早速ね、もう掃除します。シャンプーを詰め替える、こういうなんか磁石でね、壁にくっつくやつがあるんだけど、ロフトとかで売ってるから、これマジいいよ。詰め替えます。やっぱね、水回りはね、ちゃんとね、掃除した方がね、気分も上がるしね、運気も上がるくらい気がするんだよね。なんかさ、わかる、一人暮らししてる人わかると思うんだけどさ、シャンプーとコンディショナーのさ、比率マジで合わないんだけど、だからシャンプーだけどんどんさ遅れちゃってさ、コンディショナー終わんの早すぎてさ、シャンプーがさ、どんどんさ、わかります？やばい、今日全然喋れない。シャンプー終わりました。ありがとうございます。コンディショナーいきます。 OK。 こうやって3個くっつけられんの、いい感じ。お風呂掃除をします。お風呂掃除はね、割とね、3日に1回とかやってるよ。毎日湯船に入るから。なんかさ、私さ、 YouTube でね、掃除をしてるだけの動画とか結構見るのね。私、掃除してる動画とか結構好きで、なんか本当に主婦の人が掃除してるだけの動画とかあるんだけど、そういうのをたまに見るのね。めっちゃ私が一番好きな掃除の人がいて、YouTube の人で。で、なんかその人はね、家族もいて、一軒家を建てて、お父さんみたいな、旦那さんみたいな感じなんだけど、その人だけ旦那さんがね、もうめっちゃ掃除好きで、みたいな。旦那さんが掃除してるんだけど、なんかそういうの見ると、旦那さんが掃除好きってマジ勝ち組じゃねえと思って、普通に考えてね。だからそんな旦那さんいたらさ、最高だよ。そんな幸せなことありはりますかと思って。透明な椅子ね、本当にね、マジで手入れがだるい。お母さんにも言われたのよ。あんた、この白いやつはマジで毎日拭かないと白くなるから、めんどくさいよって言われたんだけど、やっぱ白い方がなんかエロいじゃん。エロさ重視で買ったんだけど、マジでだるいわ、これ。はい、次はキッチンのお掃除です。
いやいや順調だよあや。キッチンのさ、このさ水垢みたいなのってさ取るの不可能だね。水垢取るさやつみたいなの買ったんだけどさ、取れるわけないよね。言ってます。お掃除終わったらウーバーイーツしよう。久々に何食べよっかな。あーゴミ出しも行かないと。はぁ、大変だわ。汗汗、本当の汗汗です。これが皆さん最近簡単に使ってるでしょ。汗汗って、汗汗はね簡単に使っちゃいけないの。本当に汗汗してる時しか使っちゃダメなの。これは私なりのルール。だから私最近汗汗使ってない。なぜならそんな汗汗してないから。最近なんか料理とかしたいんだよね。でも料理するさ暇がないって言ったらあれだけど、暇はあるんだけどさ。っていうかなんでこんなキッチン汚いわけ。そう最近ねなんかねキッチンが本当になんか何しても臭くて、なんで臭いんだろうと思ってずっと悩んでたの。キッチンが臭すぎてなんだろうって気づいた時にね、このねキッチンに置いてあるねこの雑巾が臭いことに気づいたの。雑巾捨ててからマジで臭くなくなったキッチンが。原因は雑巾の匂いでした。ちゃんちゃん頭大丈夫そう。最近私家で何食べてんだろう。パスタとか、パスタ多いかも。パスタ、そば、佐藤のご飯チンして佐藤のご飯だけとかやばいよね、佐藤のご飯オンリーで食べんねん。そんなやついるみたいなね。キッチンオッケー。はい、今は洗濯物が終わって畳んでおります。この洗濯機、これシャープの、これガチおすすめだから本当にみんな買って。一人暮らしする人は絶対。ドラム式ってさ高いじゃん。これは安い方で19万とかだったかな。普通ね、あのねドラム式ってね30万とかすんのよ。普通に安くてハイスペックできる男って感じ。ジェラピケのパジャマももう何度も洗ってるのに全然ねシワクチャにならないっていうか、ダメにならない、ダメにならない、うん、ダメにならない。タオルとかも毎回ふわふわの、太陽に浴びましたみたいな感じのふわふわさ、とってもおすすめですっていうお話です。今日はこの後実家に帰るんですよ。ちょっと用事があって、家をね4泊ぐらい開けるんですね。4泊ぐらい開けるとやっぱさ、そのままにしてるとさいろんなところからいろんな匂いがするわけよ。だから私は家を開ける前は絶対こうやって大掃除っていうか、もういろんなところを掃除しまくる。みゆちゃん、みゆちゃん、みゆちゃん、お散歩する？お散歩、お散歩行く？お散歩？この人お散歩って言葉覚えてない感じ。みゆちゃんお散歩、かわいい。お散歩、見てこれ、ベアって書いてあるの、掘ってもらったの。かわいいでしょこのハーネス。ここ来て、お散歩行くよ、おいでおいで。皆さんゴミ出しも、はい、ということでね、お散歩も終わっていい感じに日も暮れそうということですね。まだこんなにたくさん動いたの16時22分。開放感、開放感、達成感か。ということで何も食べてなかったのでモスを頼みます。へー、最悪なんですけどライスバーガー売り切れってことあんの？どうしちゃおうかにゃ。注文ということで、ウーバーイーツが届くまで待ちます。はい、メイクしてねって思った方大正解。なんか久々にゲップした気がする。私最近ゲップ出ないの。え、出てる？出てるか。無意識になっちゃってるのかな。やばいわそれは。モスバーガーって美味しいのよ。和風なんとかバーガーみたいな。いただきます。なんかさ最近さご飯食べるの忘れちゃうんだよね。なんか時間感覚おかしくなって、いや違う、時間感覚がおかしくなってんじゃなくて、なんか朝起きるじゃん。でベアにご飯あげるのね。でその後二度寝するんだけど、眠いが勝っちゃって食欲が湧かないので、それで仕事の時間になるじゃん。仕事終わるのだいたい6時とかそんくらいになって、あれ何も食べてないみたいな、あまた今日も夜ご飯だけだみたいになるんだよね。超不健康。終わり、もうそろ体が終わると思う。クラムチャウダー、なんかさ、今日、リオバリに行ってたのね。店員お願いしますって言って、あやが持ってるね、これと同じだったのね。で、あや毎朝、絶対に温度を測るのね、検温するんだけど、リオバリのところ着いた瞬間、ピーってやったら、37度8分あったの。で、え？みたいな。え、待って待って、どういうこと？みたいな。え、この短期間で熱あ、こんな上がると思って、めっちゃ焦っちゃって、え、どうしようどうしようどうしようってなって、2回目3回目ぐらいで、36.8
8とかになって、でそれでえみたいな、こんな朝起きた時36度2分とか普通だったのに、え、なんでだろうと思って、うん、帰ってきて測ったら36度2分とかなの。なんでだろうと思ったら、タクシーの中のさ、お尻あったかくなるやつわかる？あのシートがあったかくなるみたいな、であれですっごい体が熱かったね。で暑いなーと思ってて、それで多分体温上がっちゃってマジで焦ってた。本当に36.3、ほらね、びっくりしちゃった本当に。そう、なんでメイクしてるかっていうと、今日オフっていうさあれだったじゃん。でもこの後中町兄弟の方の撮影が入りまして、メイクさせていただきました。結局オフじゃないオフの日でした。ちゃんちゃん最近これハマってんの、ちゃんちゃんって死ぬほどダサいじゃん。ダサいのがいいの。なんか最近ベアちゃんなんかずっと散歩嫌いだったのね。全然本当に歩かなかったの。やっと歩くようになって、散歩も好きになったのかな、わかんないけど、多分散歩も好きになって、好きになりすぎちゃって、だからお家の近く戻ってくるともう帰りたくないって言って、もう座り込んじゃうのね。そのぐらい成長したね、あんた。よかったじゃない、好きになって。あ、口内炎が痛い。久々に口内炎できた。口内炎本当に全然できないのね。あ、ガチ食生活だわ、これは。これに関しては。あやちゃん受験受かったってすごい来てる。すごいって言っても4件ぐらいだけど。おめでとう。おめでとうございます。はい、こんな感じで私のオフの一日だったけど、オフにならなかったよっていうちょっとかわいそうな仲間ちゃんをお届けしました。ということでですね、あの、ありがとう、見てくれて今日も見てくれてありがとう。すみませんやん。ということで終わりまーす。バイバーイ。やばい、ほんと止まんないゲップ。